イエーイ。明日は 声がガッサガサ。明日は織田の卒業公演ですね。なんか早くない？なんかさ、私ついこの間10周年公演やって、で、ああ、凛ちゃん次卒業だってなって、で、次織田かーってなって、でもなんか、はい、ゆりなーんだって、さやだりマレーシアだって、お、マレーシアだって、イエーイ、ハロー。で、なんか早い、まだ先だなーって思ってたんですよ、その時。まだ、あ、まだまだ全然先だみたいな、まだだなーって思ってたら、明日ですよ。早くね、月時経つの早くね 思いました。早くない？私このまんまだったらもう、私多分もうほんまに気ぃついたらもうマレーシアやわ、絶対。早くない？ちょっとまだまだない、日本でやりたいことあるんだけど、やってないことが。だけど全然やってる、それをやる暇がなさすぎてちょっと何とも言えないんだけど。なんか早くない？なんかこのまんまだったら自分もうわーって言ってマレーシアやなーってさ、なんか思っちゃったよね。なんか昨日、明日っていうことをさ、小田のさ、あれが「えっ？」ってなんか「はいや！」って思っちゃったね。早いね。どうする？マレーシアでも日本のアニメじゃないとそこは嬉しいね。嬉しいね。嬉しい嬉しい。アニメが大好きやから、そこに関してはめちゃくちゃ、なんかそういう仕事とかね、取れたらいいよね、マレーシアで。なんかそういうのがあるんか知らんけど そういうのがあるのか知らんけど、アニメ好きやから、なんかアニメの、日本とかはさ、あるじゃん、そういうのって。でもあと1ヶ月やってやばくない？あと1ヶ月で行ってまうんか、自分。なんか、早いよ。早いっていうか、なんか、マジかって感じ。やばい、なんか今実感がないのが、なんか無理やりにでも5月入ったら実感が湧いちゃうから、なんか考えないようにしてるの、私は。もうちょっとで5月やん。4月末って言ったらもう今週が4月末じゃないですか。だから、今週4月末ってなっちゃって、みたいな感じなんですよね。で、まあ、いろいろとさ、イベントことだったり仕事のことだったりもさ、こう詰まってくるじゃないですか。なんかそういう、なんかそういうのをさ、あれしてたらさ、なんかさ考えたちょっとさ、考えちゃったりとかさ、しちゃったらさ、すんごいびっくりするぐらい寂しい。やっぱり寂しいよね。だってさ、気の知れた人たちだったりさ、メンバーも友達も家族もそうだけどさ、全員日本にいるじゃん。それ寂しくないわけなくない？っていう話じゃないですか。考えないようにしてたの、逆にね。その私が行くって決めた時は、本当にそれを考えた時にもう涙が止まんなくなっちゃってたから、これはやばいなと思って、考えないようにしてた。もうわざとも考えないようにして、ずっと過ごしてきたんですけど、いや、もうここまでやっぱ近くなったりとかさ、
したりとかさ、その昨日なるのあのさなるのナルタオチャンネルの方でなるの新企画の方でそのなんかなるなるミーティングっていうやつの対談のやつでね、まああの喋ってたけど、そうやっぱりさあ全てが違うからね、食事も文化も言葉も気温も、そこに向かうのかって思うと、もう不安じゃないわけないじゃんだし、ホームシックに絶対なるの。私東京に来た時もだいぶホームシックだったから、普通に東京に上京あの高校生卒業して来た時もだいぶそうだったんですよ。それがさ日本じゃなくなるってさ、もうならんわけがないから、そうどんな感じだろうって思ってるし、まあ部屋割りとかもわかんないからどうなるのか、うーんちょっとわかんないからあれだけど、そうもうなんか考えないようにねとりあえずしてたりとか、あとなんかその日本にいるうちにねいろんなメンバーとかとご飯行って思い出作りたいみたいなことも言ったんだけど、でも本当になんかその行く前にやっぱりさ久しく会ってないメンバーとかとかとさご飯行きたいねみたいなさ話とかもこうなってたんだけどさ、うちが予定が結構忙しかったのとさ予定が分かんないっていうのもさあってね、全然あのまだまだなんか全然立ててない人の方が多いんだけど、でもなんかそういうのしていあちょっとお願いします、そういうのをしていけばいくほどなんか、実感とか湧いてくるんだろうなと思って、すごい久しぶりにメンバーとかにもあメンバーっていうか元メンバーとかにも会いたいし、なんかねでもいつでも会えると思ってたからさ、だからさなんか会いたいなって思うんだけどさ、それをさ会っちゃうと絶対寂しいよね、会っちゃったらさもうさはって思うじゃん絶対、だってさ会うとさ絶対マレーシアに行くことについて聞かれるじゃん、答えたりするじゃん、でも多分もうまた会えないねってなるじゃん、そしてなんかこうより一層実感しちゃうだろうなって思っちゃって、会いたいけどなんか今までは会いたいなみたいな、メンバーとまた行きたいなみたいな思ってたけど、なんか会っちゃったら会っちゃったで行くの絶対辛くなるなってもう思っちゃったよねそうって感じ。現実を突きつけられるじゃんやっぱりどうしてもね、だからなんかねだなって思ったよ、時が経つの早いなって、私がついこの間まで10周年でさ織田の卒業公演まだまだだと思ってたから、まさか明日ってなったのよ、その振り起こしをねさっきしてた時に、え明日かってなったの、だから本当にね本当に何か本当に早いなって、すっごい思った忙しいの、そう忙しいんですよめっちゃ、だから忙しいから、ね、いろんな人とご飯そのマレーシアに行くって発表した時に結構メンバーとかもっとメンバーとかがご飯行こうよみたいに言ってくれたんだけど、マジ忙しすぎて全然予定が合わんっていうねそう全然合わない、本当に行きたいんだけど、やっぱりね仕事もうなんか職種がやっぱり職種が一緒でもなかなか日程が合わないからさ、もう職種が変わっちゃうとより一層ね本当なかなかやっぱ合わなくて、そう
KNP で大きくならないとっていう、まあ、プレッシャーもあるよね。やっぱり今まで行った先輩方も結構みんな成功してるし、こんだけ大きい決断して行ったのにってなるの嫌じゃん。か絶対成功しなきゃっていうプレッシャーもあるし、自分が一番歴が長いし一番年上だからちゃんとしないとっていうのもまああるよね。ついていけばいいやっていうだけじゃやっぱりないし、やっぱねマレーシアそこまでやっぱりそのなんていうの業界っていうのがないじゃん、いい意味でね、こうないじゃんやっぱり。そのこっちみたいにさ芸能っていうのが確立してないからこそね、良くも悪い、いいとこも悪いといいところも、まあ、ちょっとねメリットもデメリットもやっぱあるから、その辺をうまく自分の中で消化して楽しくやっていきたいなとは思う。うん、そうですね。いい意味でも年が年だからそらね、多分アイドルの多分これから KLP 入ってくる子たちは未来が長いけど、私はもう正直未来が長いとはまあ言えんじゃん。どう頑張ってもその10代の子と25はだいぶさ年齢差があるけさ、同じだけ未来が長いとは言えないんだけど、だからこそ私はそのあのスピーチの時にも言ったけど、自分のまあアイドル人生最後のチャレンジ、最後のアイドル人生最後をかけていきますっていうことを決意で言わせてもらったんだけども、でも本当にそう思う。多分もうこれが最後、アイドルとしては最後のチャレンジ、最後の賭けだと思います。10年で25だから。正直ね、他の周りのメンバー見てても卒業の方が多分近いと思うし、ファンの人もそれは言われた、卒業の方がうんっていう、そうだからあのいい意味でもやっぱ焦ってしまうし、逆に知りすぎたせいで自分に失望しないようにだけはしないとなっていう。でも何しろ自分追い込みがち人間だからそう、追い込みがち、反省しがち人間だから、それをして自分で自分を潰さないようにだけはしないとなっていうには思っているから頑張ろうとうん、思っています。なのでまあ物理的な距離はね、フライト7時間っていう遠い場所にはなってしまって、皆さん的にもモチベーションどうやって保とうかなとか、なんかどうしようって思うと思うんだけども、ぜひ私のこと遠いけど支えてくれたら嬉しいなとは思いますやっぱりそれでなんかあんな人もいないわとかなると悲しさの極みだからねうん、ぜひよろしくお願いします
じゃあそんなわけでですね、今日はちょっとこの辺で終了にしたいなと思います。ランキング見ます。なんか寒いですね最近。今日も寒かった、びっくりしたんだけど、あったかかったやんって思って、まあ、昨日雨降ってから寒かったですけど、今日も寒いし明日も寒いし明後日なんちゃら雨だしね、20度いかないんですよ気温。びっくりしちゃった。そんなことあると思って寒ーって思っちゃってね、えめっちゃびっくりしたんだけど、なんか気温やばいね、気温どないどない。13位ヤングさん、12位ジェカネコさん、11位ピッタちゃんピッタチャピタチャ、10位シンドさん、キリシガさん、8位あー3、7位チカシーさん、6位ナッティさん、5位リッチーさん、4位マモレさん、3位オカヤンさん、2位ザックさん、これからもおやすみなちゃらしくなったってありがとうございます。そして今日の第1位はニケオさんです。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。明日はね、小田の卒業公演ということで、小田ファンの皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。まあね、あの小田入れなかった小田ファンの皆さん、あのその他の推しのファンの皆さんは一緒にね、本音まで応援していただけたら嬉しいなというふうに思います。明日一緒に公演を盛り上げていきましょう。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。バーイ。